はい、こんにちは。今日はですね、韓国の経済情勢、そして米韓情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。まずはニュースを読んでまいります。ロイターですが、 SK ハイニックスの中国半導体生産先行き不透明、アメリカ政府が懸念。複数の関係者がロイターに明らかにしたところによると、韓国の半導体大手 SK ハイニックスが半導体をより効率的に製造するために中国の設備を改修する計画の先行きが不透明になっている。アメリカ政府が高度な製造機器が中国国内で使われることを望んでいないためという。 SK ハイニックスは中国の無錫にある量産施設を刷新し、オランダの半導体製造装置メーカー ASML 製の EUV リソグラフィー製造装置を導入する計画という。事情に詳しい3人の関係者が語った。アメリカはこれまでこうした最先端機器が中国で使われると同国の軍事力強化に利用される恐れがあるとして反対してきた。アメリカ政権高官は、アメリカ政府が SK ハイニックスが EUV 装置を中国国内に持ち込むことを認めるかどうかについて具体的なコメントを避けた。ただアメリカと同盟国の技術を利用して中国が軍事力近代化に役立つ最先端半導体を製造することを防ぐことに引き続き注力すると述べた。無錫工場では SK ハイニックスの DRAM チップの約半分、世界全体の 15% を製造しており、製造計画に変更があれば2021年だけでも 19% の需要拡大が見込まれる世界の半導体市場に大きな影響が及ぶ可能性がある。 SK ハイニックスの中国事業に詳しい関係者によると、同社が製造する半導体で最先端半導体占める割合は2から3年後に増えると見込まれており、コストを抑えて生産を加速するために EUV 装置の導入が必要になる。で、このですね、SK ハイニックスが中国の無錫にある量産施設を刷新し、オランダの半導体製造装置メーカー ASML 製の EUV リソグラフィー製造装置を導入する計画を、多分ですね、アメリカバイデン政権は認めない可能性が高いように見えます。で、なぜそのようなことが言えるのかということなんですが、このオランダの半導体製造装置の中国への輸出をアメリカが今までノーと言ってきたというですね、経緯が過去報道されておりました。ウォールストリートジャーナルですが、7月19日のニュースですが、オランダ半導体製造装置の中国輸出、アメリカがノー。アメリカはオランダ政府と ASML 社に圧力、バイデン政権はトランプ前大統領の政策を継続。ハイテク業界で最も重要な装置の一つはオランダのトウモロコシ畑の隣で作られている。アメリカ政府はそれが絶対に中国に行き着くことがないよう努力を怠っていない。中国政府はオランダの半導体製造装置大手 ASML ホールディングの主力製品である EUV リソグラフィーシステムと呼ばれる露光装置について、中国企業による購入を認めるようオランダ政府に圧力をかけている。同システムは先進的な半導体の製造に不可欠な装置だ。この重さ180トンにも及ぶ唯一無二の装置は、アメリカインテルや韓国サムスン電子のほか、アップルの主要サプライヤーである TSMC などの企業に使われている。最先端のスマートフォン、5G 向けの通信機器から AI 用のコンピューターに至るまでのあらゆるものに使われるチップを製造するためだ。しかし ASML は中国にこれまで一台も送ってきていない。アメリカからの圧力を受けたオランダが中国への輸出許可を出さずにいるからだ。バイデン政権は安全保障上の懸念からオランダ政府に対して輸出制限を要請しているとアメリカ政府当局者は話す。この姿勢はトランプ政権時代のホワイトハウスから受け継いだ。当時のホワイトハウスが同装置の戦略的価値に気づき、オランダ政府当局者に接触した。アメリカ政府はファーウェイなどの中国企業に直接狙いを定め、スパイの懸念があるとしてファーウェイ製機器の使用を制限するよう同盟国の説得を試みてきた。アメリカ政府による圧力はトランプ前政権の下で始まった。当時のチャールズ・カッパーマン大統領次席補佐官、国家安全保障担当は2019年にオランダの外交官をホワイトハウスに招いた。同氏は、良好な同盟国はこの種の設備を中国に売却することはないと語ったことを振り返った。同氏はまた、 ASML の機械はアメリカの部品なしに稼働せず、ホワイトハウスはこうした部品のオランダ向け輸出を規制する権限を持っていると指摘したことを明らかにした。アナリストによると、 ASML 製の最新鋭機を入手できなければ中国の半導体メーカーは国産露光装置の技術が追いつくまで最先端の半導体を製造することができない。トランプ政権時代に任命された商務省のナザック・ニカター次官補はオランダの当局者に、これは我々相互の国家安全保障上の利益となると話したという。
このように報道されております。で、現状ですね、アメリカのバイデン政権の下で半導体のサプライチェーンの再構築の動きというのが進んでいるというのは皆さんもご存知の通りであります。で、特にアメリカ、台湾、日本を中心にこうした半導体のサプライチェーン再構築の動きというのは進んでいるように見えます。で、これはですね、アメリカが半導体といったことなどを経済安全保障の観点から捉え、脱中国ということをバイデン政権が進めていることが背景にあると思います。そしてこのアメリカ政府の方針、バイデン政権の方針にオランダ政府は足並みを揃えているという現状があると思います。こうしたバイデン政権の方針、アメリカ政府の方針からすれば、今回の SK ハイニックスの動きはですね、容認できないものであったと思われます。そればかりかですね、こうした半導体に関する、特にですね、最先端の半導体製造機器ということに関しまして、アメリカが同盟国の相互の国家安全保障上の利益というふうに位置づけて同盟国の足並みを揃えている中、こうした韓国半導体業界の動きというのはアメリカ政府の虎の尾を踏んだ可能性があるように見えます。もしですね、アメリカが本気になれば世界経済に、特にアジア経済にどのような影響を及ぼすか、それはですね、日本やアジア経済の過去の歴史を振り返れば見えてくると思います。例えばアメリカはプラザ合意や日米半導体協定などにおいて日本経済に大きな影響を与えたということがあったと思います。で、アジア通貨危機ということがありましたけれども、その大元をたどれば1995年のアメリカのクリントン政権のルービン財務長官の強いドル政策ということを無視することはできないように思います。アメリカが世界経済、特にアジア経済に大きな影響力を持ってきた、そうした経緯というのは過去の歴史を振り返れば見えてくると思います。で、今回の韓国の SK ハイニックスの動きはアメリカ政府の半導体のその脱中国という動きとは真逆のものであるというふうに見えます。またもしですね、韓国の SK ハイニックスがオランダ政府に脱中国の働きかけを強めるバイデン政権の動きを知っていながらアメリカの頭を飛び越してオランダの半導体製造装置メーカー ASML 製の EUV リソグラフィー製造装置を中国の無錫にある量産施設に導入する計画を進めていたのだともししますと、今回韓国はアメリカ、そしてバイデン政権の虎の尾を踏んだ可能性すらあるように見えます。しかしですね、韓国としてはやはりですね、経済的な事情から中国と結びつきが強いという面があります。で、半導体という面においても単純にアメリカに追従できないという事情側面があるというのもあると思います。で、それはですね、この半導体の製造工程にはエッチングと呼ばれる工程がありまして、これにはですね、フッ酸、リン酸などが必要です。で、そしてこのリン酸をですね、韓国は中国からも輸入している事情があります。で、そしてこのリン酸に動きがありました。ハンギョレ新聞ですが、中国関税庁は10月11日、これまで別途の検疫検査手続きなしに輸出が可能だった尿素、カリウム肥料、リン酸肥料など29の肥料関連品目に対する輸出規制を4日後の15日から実施すると明らかにしている。これによって尿素を輸出するためには中国の国家出入国検査検疫局から検査検疫報告書を受けなければ通関できないようになった。このように報道されておりました。で、この中で注目すべきはリン酸肥料などというふうになっています。もしですね、このリン酸ということに関しまして、中国からこの尿素のようにですね、厳しい輸出規制ということをかけられれば、韓国の半導体業界には大きな影響があるということが予想されます。でですね、このリン酸肥料など、このリン酸ということなんですけれども、なんでこういう状況になっているかと言いますと、まず過去30年間の世界のリン鉱石の生産量の変化ということを見てまいりますと、中国を除く世界のリン鉱石の生産量は過去30年間ほとんど増加していないという経緯がありました。で、このリン鉱石から半導体にとって非常に重要なものができます。それがオーリンです。で、オーリンとはリン鉱石を電炉で融解して抽出する炭鉱色の老状固体物です。中国やベトナム、カザフスタンなどで生産されております。そして高純度のリン酸はオーリンから生成します。で、このオーリンがですね、日本経済新聞ですが、オーリン価格燃焼費7割高、半導体製造コスト押し上げも、半導体製造に不可欠な化学品の原料になるオーリンの取引価格が急騰している。主力のベトナム品は燃焼費でおよそ7割高い。主要生産国の中国で電力制限により供給が不足し価格を押し上げた。
国内の化学品メーカーは高値での調達を強いられ、加工品への転嫁値上げの動きも出ている。取引価格の上昇が続けば半導体のコストアップ要因になる。オーリンから生成する高純度のリン酸は半導体製造時のエッチング工程で必要なものであると、このように報道されております。で、現状韓国ではこの尿素水問題で経済に混乱が起きる中、リン酸まで輸出規制ということが厳しくなれば、韓国経済、韓国半導体業界への影響はさらに深まる可能性があるように見えます。こうした中、他方日本の輸出適正化措置はですね、日韓情勢だけではなく米中情勢ということにも少し絡んできているところがありまして、そうした面から半導体脱中国の動きとともに続くということが予想されます。韓国半導体業界は現状アメリカと中国の間で大きく揺れているように見えます。ありがとうございました。